今は元気ですか？皆さん。今日はクーマリデパートちゃんとのつまんないボディしたね。おお。曲聴いたよって、わ、嬉しい。知ってる？みんな、ニキちゃんっていう YouTube チャンネルでカジが動画を上げたんですけど、なんて言えばいいの、アップがニキ、ゼップ東京たくさん来てもらえるように、なんて言うんですか、たくさん来てもらえるようにアピールしたいなって思って、何しようかなって思った時に、なんか前、私結構ニキちゃんの YouTube チャンネルでアプガニキの紹介動画作ったりとかしてたなと思って、まあその続編的な感じでなんかできないかなって思ってた時に、ツアーの下北沢の時のこの MC でなんか人狼の曲作りたいねみたいな話をしてて、ゼップでやりたいわみたいなことを言ってたんですよ。でさすがにゼップでやることはできないだろうなと思ったけど、私が曲作りたいわとか言っちゃったなって思って、だからなんかどういう形でもなんかやらなきゃと思って、なんかじゃあニキの紹介曲を私、ニキちゃんバージョン、ニキちゃんで YouTube で流すバージョンっていうのを即席で作ろうと思って制作開始した感じになりました。パチパチ。 どうだったんだろう。結構自分の中では大変でしたけど、初めて作詞もやったんですよ。そう、今回はもう自分で全て完結させなきゃいけなくって、超一生懸命頑張って作ったんですけど、じゃあ一回流しますね。
す。こんな感じでした。はい、今回 YouTube にあるので皆さん動画もね頑張って自分で作ったんですよ。そう、ギター弾いたりしたんだけど、ちょっと今もう気づいた方もいると思うんだけど、今日の朝7時ぐらいに撮りました。そう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 、曲調がまずいいんだよ。だって本当になんかみんなもっとなんか何作ってんのって言われるかなって思ってたから、みんながこう喜んでくれてすごく嬉しいです。なんか よかった作ってすごい思いました。気に入ってくれた曲結構頑張って作ったんですよ。3曲ぐらい同時に作ってどれを使うかみたいな感じで迷って、まあ同時にってこう全部完成させるまでいくんじゃなくて、なんていうの、走り3曲こういうのとこういうのとこういうのっていうのを走り出してこれに決めましたって感じだったかな。作った時はゆっくり見てみる、ぴょん。 TikTok にあげようかな。どうしよう、あげる、に2期の公式とかであげてみるとか。ギター弾いて作曲した曲できるアイドル、でもどうなんだろう、作詞作曲って言えるほどなのかな。とりあえず作詞をやったことがなかったのでいつかやりたいと思ったんだけど、やっぱね勉強不足でね難しいなってずっと思ってたんですよ。でもこうなんか2期の曲とかでもなくて、なんか自分のソロ曲として出るっていうよりかは一回気軽な感じで YouTube を使ってやろうかなってちょっと前から思ってたから、そこのタイミングでできてよかったなって思います。私は多分グループのメンバーの中で誰よりもアプガニキが好きな自信があるので、そこはねもうね自分の思いを全てね曲と歌詞とかに詰めたね。かーいって言って、嘘、ケンジロー君ありがとう、そんなこと言って、そんなこと言っていいんですか。もうありがとうございます。生まれしジャパン、あ、生まれしジャパンもあるね。チケット売りの少女自粛期間からギター始めて、ギターすごいすごい成長ですよね。いや嬉しい。でも自粛期間があったからこそギター上手になったかなって思う。思うな、よかったそっか、結構裏話的なのだとなんだろうな、ちいこちゃんに夢かわって言ってもらったんですけど、そう、それはね夜中にちいこごめん夢かわって言ったボイスメッセージ送ってって言って送ってもらった。今日のライブ来た知り合いが絶賛、まあマジで来てほしいって言ってください。チケットいっぱいあるよって言ってね。ギター歴2年以上だって、始めたのは2月ぐらいだったの覚えたんだけど、2000何年だろう、自粛になる前だったんだよねギター始めたのは。なんか1月過ぎてからだった気がするんだよね。買ったのはね、ギター買ったのは衝動買いで急に買いに行ったんですよ。ほら3年目かでギターずっと弾いていたんだけど下手でね、そうちょっと配信とかでもやってたりもしてたけど、たまにそう空も飛べるはずっていう曲を弾いて、そう飛べなかったねってこう言われてましたね。低空飛行とかねいろいろ言われてましたけど、で自粛期間に急にパッて入った時にちょっといろんなのに挑戦してみたりとかしたよね。ちょっとそれでうまく、どこで買ったのってギター屋さんに行ったんですよ。今もよく行くお店ではあるんだけど、なんか
微妙なんかテレビでギターを弾いてる人がいて、誰だなんか、ギターかっこいいなって思ったのがきっかけ。そうね、私もなんかリコーダーやってたりとかしてたけど、あまりにも武器が少ないなって思って、2期のためになんかできないかなってずっと探してた時期ではあったんですよ。そうね、そんで、でなんか普通に音楽が好きだからっていう、すごいちっちゃな理由でギター一本買ったらいいやんみたいな、買ったらいいやんみたいな感じで、そう、もうその次の日ぐらいにギター屋さんに、都内のねギター屋さんに行って、ママがね詳しかったから、ママにどこにギターって売ってんのって聞いて教えてもらって行って、もう買ってきちゃって、買って帰ってきてもう弾いてましたよ、そっから。うん、全然弾けなくてね。そうですね、そんなこともありました。で曲作ってみたかったからさ、曲作ってみたかったんですよ、ちょっと。だからギターもやったら曲作れるなともちょっと思っていたけど、まさか作れる、本当に作れるなんて思ってなかったし、その作った曲をメンバーが歌ってくれるなんて思ってなかったから、本当に嬉しいです。ギターってお安いのだって、でね、私が一番最初に買ったギターが1万円くらいだったのかな。ギターの中では結構安い方って、その1万円って言ってもギター1本だけで1万円じゃなくて、もういろんなのがついてるの。教本、チューナー、ピック、クリーナー、なんかめっちゃついてて、なんか初心者用みたいな感じで、そう全部が揃って1万円みたいな、すごい楽ちんなものを見つけたのでそれ買ってきました。最初た私にとってその1万円がすごく高かったから、あ高いなとか思って、ちょっと飴舐めていいとか思いながら買った。そう1万円なんか安いんだけど、私はその時まだ19歳いたし、そう高いなって思ってたよ。19歳だったかな、教本ついてたのがめちゃめちゃありがたくて、そうギターの押さえ方も入ってたし、うん、音色はね全然悪くなくて私的には満足だけど、ただちょっと弦高って言ってこう押さえる部分の弦の高さが結構あったから、うん、弾きにくくてね、私の握力と、なかなかこれ弾けるんかなとか思いながら弾いてたの覚えてる。そうそう大きかったしね、ちょっと今もありますよ家に、アメ部屋にある。リコーダー1000円、うん、リコーダーでも私も2000円買った。初心者セット、ザ初心者セット、そうそうそう、ん、友達絶品誘って、おしや返しもないって言ったら芸人って言う。間違ってるよ、アイドルって言っといて。折れたんじゃなかったっけ。それでそうギターを初めて買ってしばらく弾いてたんだけど、なんかギターをただの趣味で最初はやってたし、みんなにあんまりこう見せるタイミングっていうのかな、もし見せるにしても見せられるくらいまでならないとな、見せる価値もないであろうって思っていたから、
まさかこんなに早く皆さんに見せるタイミングが来るなんて思ってなかったんだけど、一個決まったんですよ。私のトークイベントでギターを弾こうって、ゆりちゃんとかな、こうって決まったから、やばい、このギターじゃ世に出られねえと思って新しいギターを買いに行ったんだよ。でそう、本格的なちゃんとしたギターをそう買いに行って、そうですそうそう、こうね、シールドさせる部分とか、うん、あるやつにしてね、買ったんですよ。でそのギターが本当に、そのギターが本当にかっこよくて、音色も大好きで、弾きやすくってね、とにかくもうそれにもう嬉しくなっちゃって、めちゃめちゃ練習したの、そのギター買った瞬間。うん、でもこれからこのギターでずっと頑張っていくんだと思って、でギター買った時にその店員さんも、これくらいのギターだったら一生ものですからねみたいな、大人になっても弾けますし、一本あってもいいんじゃないですかみたいなこと言ってて、ちゃんとしっかり値段もしたのよ。めっちゃ高かったから、めっちゃ高いって言うとみんなにとっちゃ高くなかったりするかもしれないけど、私だったらもう本当に高くて、高いって思いながら買ったやつだったんだけど、なんと折ったんですよ、ギターを折ったんです。そのギター、超お気に入りだったギターを折ったんですよ。しかもそのギターが限定もので、色がそう、そうなのよ。吹奏楽部はね、トロンボーンとパーカッションやったりしました。そうなの。吉本坂の過去日記で、芸人じゃないって言った。吉本坂さんもアイドルさんです。アイドルさんですからね。そうですよ。そう、ギター折ったの、2本目のギター。うん。先代さんの話、そう、2本目のギターさんをね折ってしまったんですよ。でもリビングで大号泣、私のギターがーって言って泣いてたの、ママが、それは悲しい言って、マジかって、うん、本当にもうギターやめたって思いました。もう一生ギターなんて弾かんって思って、あのギターじゃないと私はギター弾けないって思ってた次の日に新しいギターを買いに行ったんですけど、ね、結局ギターのない生活はできなくて、うん、いや、なんかあった時もしギターのお仕事来たらさ、うん、いい感じ上手になってきたしなって思って、いや買わなきゃって、うん、うん、買いに行ったんだよ。そう、だから何よりもギターって高いから、そんなにポンポン買えないし、私にとってはもう、待って、本当にマジで高かったんだけどって思いながら、でも私の、なんせ私の特技というか趣味はギターをなくしたらもう貯金ぐらいしかないので、大切にアルバイト時代から貯金していたものを、ね、頑張ってそこから使いました、うん、ギターってもう軽くうん十万とかするんですよ。でもさすがにそのうん十万は高すぎて買えないから、そこそこちゃんとしてるものをもう買ってやろうと思って買いました。本当に買いました。うん、でね、買ってきて、
楽しく買ってきましたよ。ちゃんと電子レコードあるよ。まだ使えてなくて、クーラーとどっちが高価だって。どっこいどっこい、めっちゃどっこいどっこい。クーラー1個分ぐらいの値段でした、私のギターは。うん、いやでもギターの方が高かったかな。ちょっと火事です。どうもブルースコ、あれいつもあれありがとうブルースカイブルース、テルミンだって。なんだテルミン、テイラーテルミン。後ろのやつは使ってるやつです。もうこれはね運命結局ね。でも2代目の折れちゃったギターはもう直すつもりで、これから直すつもりです。はい、うん、高かった。もう絶対この半年は友達と遊べないなと思いました。あんまり友達いないけど思いましたよ。半年は絶対友達とご飯とか行けないなって思いながら買いました。うん、なんかギター折れたね。そうそう、びっくりだったね。過激にね使ったわけじゃなくって、なんか開けたら折れてたんよ本当に。まあでもね、私家が遠かったりとか持ち運ばなきゃいけなかったりとか、お仕事の合間にギター練習したりとかしたから、確かにこう湿度とかをねこうずっと守ってあげることができなかったりとかしたから、ちょっとの衝撃折れちゃったのかななんて思ったりしてはいました。ちゃんと直す。いやー、私的にそのテイラーじゃない、グレコちゃんのねギター2代目のね折れちゃったギターすごく思い入れがあるので直したいです。出遅れたから話したかもだけど、アップガニキの歌って何日できたのね。1ヶ月くらいかかったかな。うん、まあなんか1ヶ月かかったかな。下北って何日だったっけ。なんか、あ、じゃあちょうど1ヶ月ぐらいですね。と下北ツアーの下北沢くらいですね。最短期間です。もう本当に大変だった。だから毎日曲考えてた毎日曲考えてたですよ。うん、なんかすごい今日まであっという間に1ヶ月過ぎちゃったなって思ったけどね。確かにギター室と管理大事。そうなの、誰かぶん殴ったわけじゃなくて、そのドッキリグランプリで水かぶって稼ごうとか、どういうことどういうこと。復帰グランプリはもうしばらくはないと思うんですけどね。本当出させていただけて嬉しいからだな。うん、歌詞が一番大変だったよ歌詞なんか書いたことないからさ、久しぶりに辞書みたいなの引きました。まあでも家にあった辞書っていうのは携帯だったけどね、辞書っていうのかな、なんかこうめちゃめちゃ言葉を調べたよ。
調べたもう調べた、なんか何のどの言葉使ったらええねんか思いながら、作曲作曲作曲ドッキリ作曲みたいな。ZEPP で歌う歌は当日発表、はい、 ZEPP で歌いたいと思ってずっと作らせていただいた曲は ZEPP で発表できたらいいなとは思っています。それまで温めますね、うん、そうね、スマホあるから辞書あんま使わなくなっちゃうよね。ドッキリグランプリ結構しょっちゅうやってる番組だった。だし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 、文節で完結させるのうまい。え、できてたのかな、わかんない。うん、どうだったのかな。あとはもう時間がなくて、もうこの日この日に出すって決まってたから、もうとにかく時間がなくって、もうね、もう動画がだから今日のそのギター弾いてる映像はもう今日の朝7時に撮ってるし、もう結局キッキーだったね。うん、そうそう、動画の編集もすごく大変でした。うん、動画はねもう3日4日で頑張って作って、もう夜中にパタパタやってました。うん、きっとみんながこれをきっかけにアップが日記を知ってくれると信じて作りましたよ。でもどうだったんだ、わかんない。なんかもっと面白い感じになるかなって思ったけど、みんなが優しいからさ、めっちゃええねとか言ってくれるから、でも作ってよかったなって思いました。うんうん、なんかこれの再生回数が5万回ぐらいいったら本当に曲にしてくれないかな社長。そんなことはできない。バスケ800本後編だね、今編集してるんだよ、編集してる。頑張る、いつ動画できるかな、ちょっとずつ編集してる。動画のテンポ感を貸しませんって、ね、ゆりちゃんには最初に聞かせてたのかな。ゆりちゃんにはね、もうね、初め曲ができた段階でゆりちゃんにはたまたまね、ゆりちゃん聞きたいって言ってくれてたから、そうゆりちゃんに聞いても、ゆりちゃんにはね聞いてもらったんですよ。うん、でゆりちゃんがすごくね、これ YouTube だけじゃもったいないですよって言ってて、そんな言ってくれるんだったら、うんと頑張って動画とかも頑張ろうって思って、でもなんか優しいゆりちゃんが励ましてくれたので出す勇気が湧きましたって感じかな。うん、クラファンね、カジマがあなたに曲作りますって、それめっちゃ言いたいけど、私そんなにさ天才じゃないからすぐできないけど、時間くれたらぜひあなたに曲作る、作りたいですよ。なんか生い立ちとか全部話してもらってもいいかなってなっちゃうけど、うん、作りたい。カジのギターと歌だけになっちゃうけど、にでもよければ。なんか雨宮さんみたいだね。冷やし中華始めました、ちゃん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 
タンタラタラララン、ダラララララダラン、ダラララララン。東京ウォーカーに乗りました。タンツタンタラン。いい曲だよね。雨宮さんもすごく素敵よね。雨宮さんの曲素敵。歌詞何始めますか。作詞作曲始めました。50万、え、高すぎだよ。そんなセンスのいいもの作れるのかな。え、私簡単1万円ぐらいだと思ってたんだけど、それは違うんだ。わかんない。いや、元を知らんからさ。どれくらいなの。わからないけれど始めました。ある程度高くないとオファー殺到って。確かに。いや本当だよ。絶対いっぱい作れないから高くしよう。100万円にしようっと。100万円にしよう。100万円、100万円で曲作りました。ということでした。まあ今日の曲的にはそんな感じ。まあまあそんなできるか分かんないけどね。もしできるなら700万円にしたいと思います。700万円にしたいと思います。700万円で、あ、1000万円にしてドリンクバー買います。すみません。そんな価値のある曲を作れるかちょっと分かんないんで、ちょっとそういうレギュレーションはねどうか分かんないんですが、じゃあね、今日はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございます。楽しんでいただきましたか。ゼップ東京頑張りますので、ぜひお待ちしております。それではお手ワイシャーク、せーの、以上です。またお会いしましょう。バイバイ。ありがとう。バイバイ。いや、ありがとう、見てくれて今日です。